きます。あ、ちょっと右に行くんですよ。ビートルのブレーキ調整をしていきます。タイヤ外します。ではまずですね、タイヤ外して、あ、まあ、タイヤ外さんでいいか。タイヤ外さずに、ちょっと今からね、ブレーキの、ブレーキシューの調整します。ビートル馬掛けしました。で、ね、ここにキャップが4つついてます。1、2、3、4つのキャップ開けて、ゴムキャップ開けると、ブレーキ、ライニング調整用のギアがあるんで、このギアをまずは目いっぱい締める方向に回していって、タイヤが止まるまでまずは、このギアを締めます。あ、今なんか1段階回しただけでもうなんか締まったね。もうちょっと、はい、あ、ちょっとタイヤ回してみて。で、今回らない状態からちょっとタイヤ回してください。今まだ全然回転しない状態です。で、そのままもう1段階、はい、抵抗どれぐらいある？全くないよ。ちょっとシューって言っとんな。これぐらいがいいかな。ちょっともう一回、もう一段戻すよ。はい、これはどう？ちょっと硬すぎる？いや、全然硬ない。硬くない？こんなもん。こんなもんかな。ちょっとシューって言っとんだよね。こんなもんやと思うよ。どうかな。車って。これは抵抗なさすぎ？逆に。全然ないよ。こんな風に車って回らへん。これはダメ。うん。じゃあこれぐらいかな。うん、こんなもんや。これぐらいの抵抗感？うん。さっきはさ、もう全く無抵抗でさ、うん、くるくる永遠に回り続けたやんか。うん。あんな風に回らへん。あれはちょっと違うよね。じゃあこれはちょっとこっちは OK として、今これフロント左やったんで、次フロント右、フロント右も同じようにキャップが4つついてます。2、3、4と。で、下から2番目のところにまたギアがあります。ちょっとこっち回してみて。あ、こっちもやっぱり軽く回るね。回してみて。軽い。でるる、もうちょっと強く。めちゃくちゃ軽い。全然抵抗ないね、うん。この状態でちょっとブレーキパッドが当たるまでギアを回します。回してみて。まだ回るよ。あれ、これ緩む向きかな。はい、どう？まだ普通に回るよ。あ、これ緩める向きだった。こっち向きだ。逆だった。どれが今？カチカチ。で、今はこれ、タイヤが回らなくなったんで、ちょっと緩める向きに。だいぶ、いや、だいぶ緩かったね、当たりが。はい、今はちょっと硬い。もう一段。よいしょ。何？あ、これスカスカやね、うん。これはどう？もうちょっとや。はい、あ、これいいんじゃない？うん、こんなもん。これいいね。うん。よし、ちょっと一旦これで試運転行ってみる。ちょっと止まります。もう、まあ、結構良くなった。っていうか、さっきよりもブレーキのタッチが全然違う。もう一回止まります。
まだちょっと右に行くね。ちょっと右に行く。リアかな。次ちょっとリアの調整してみます。ちょっとだけね。まだ右に肩撃してる感じする。ブレーキかけます。まあいい感じなんだけど、ちょっと右に行くわ。わだちのあれにもよるけど、道路の路面の状態にもよるんだけど、ブレーキちょっとまだ右に行くわ。今フロントの2箇所右左調整してみてテスト走行に行ってきました。ブレーキのタッチが最初と結構変わりました。最初遊びが多かったんだけど、今はいい感じにブレーキが効くようになりました。今は遊びの感じも良くなって、まあこれぐらいかなという風になりました。で、肩聞き具合も最初よりも減って、あとはリア調整すればいいかなっていう状態まで持ってこれました。で、次リアやります。はい、今、もう片輪ずつやります。今ね、あ、やっぱり今左後ろです。左後ろの抵抗感はこんな感じ。はい、ちょっとやり直します。軽い。キャップ外して、ここかな。これか。あれだ。おお、回らない。カチカチ。じゃあ戻すよ。まずは固くして、あ、今はもう固いでしょ。うん、固い。で、緩めていく方向で、まず1段はい、2段。ちょっと待てよ。あれ、はい、どう。うん、硬い。まだ硬い。まだ硬い。ダメ。あと1段やな。はい。あ、まだ硬いな。はい。おお、このもんやな。こんなもん。うん。じゃあこれでこっちちょっと終わりで、次左、右後ろ、最後右後ろ同様にキャップを外します。はい。で、そうそうそう、右後ろのタイヤの回転の感じこんな感じ。なんかもう抵抗が全然ない、もうスルスル回る感じ。ちょっとこれはだから、なんていうのかな、もうちょっと抵抗がある感じにしたい。これはスラスラ回りすぎな感じするん で、まず一旦全締めでいきます。カチ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 、うん、もういいや。今一旦全締めにしましたと。で、緩めていきます。はい、どう。さっきと同じぐらい。あ、この部分ピルがちょっと硬いな。あ、いい感じじゃない。うん、この方がいいか。ちょっと硬いけど、向こうもこんなもんやったな。うん、左も。さっきよりちょっと硬かった。このいい感じや。ああ、まあまあまあ、こんなもんかな、やっぱり車って。はい、じゃあこれで四輪の調整終わったんで、もう一回テスト走行行ってみます。ブレーキのタッチがね、全然変わった。めっちゃ良くなった。いくよ、止まるよ。あ、全然大丈夫。ブレーキも踏みしろも良くなった。スピード乗せてから40キロからブレーキ。おお、いいやん。はい、ということで今回の動画はここで終わります。最後の締め的な言葉を話してなかったんで、この映像を見ながらナレーションで終わりたいと思います。今日は私の愛車ビートルのブレーキ調整を行いました。
肩聞きしてるとすごい危ないんでね、早めに直してよかったです。ブレーキのタッチも良くなり、肩聞きもしなくなったので、ものすごく走りやすくなりました。これから秋の紅葉シーズン、たくさんドライブもすると思うので、快適で安全なドライブをこのビートルでしたいと思います。それでは今日の動画は以上になります。この動画が良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。